SCP-1027JP 花オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-1027JP は標準人型生物収容ユニットに収容し毎日標準的な食事と 2.5 リットルの水分を与えてください。移動が必要な際は SCP-1027JPF を支えるための補助具を使用してください。また可能であれば、SCP-1027JP の精神状態をより良好に保つため、対象自身や SCP-1027JPF の外観についての好意的な感想を定期的に言い聞かせることが推奨されています。説明。SCP-1027JP はウアン部の欠損、軽度のメラニン色素欠乏が見られる10代後半の日本人少女です。SCP-1027JP の首筋には、継ぎ目のない気炭性チョーカーが装着されています。チョーカーには以下の内容が印字されています。日本生類総研 T496MP。SCP-1027JP には、自身は人でなく一種の、花、であるとする特異な認識があり、誰かが自身の姿を見て美しいと感じることが、自身にとって最大の幸福であるとします。この影響もあってか、SCP-1027JP は一般的な人における8歳前後の知能しか持たず、財団による教育の試みもほとんど効果がありませんでした。SCP-1027JP の右腕の欠損部からは、皮膚を突き破るように未知の喧嘩植物、以下 SCP-1027JPF、が生えており、ツルは SCP-1027JP の体に巻きつくように伸びています。SCP-1027JPF は光合成を行わず、SCP-1027JP の体内と同化している根を通じて水分、栄養を受け取っています。そのためか、SCP-1027JPF は光合成色素を持たないアルビノになっており、全体が白色化しています。SCP-1027JPF に咲く花は月下美人の花に類似していますが、常に微弱な生体発光を発生させます。この花は通常の月下美人同様、夜間に開花して日中はしぼみますが、一年中落下することはありません。SCP-1027JPF の花は開花中、強い方向を放ちます。この方向は、それを嗅覚で感じた生物の意識を誘引し、陶酔させる効果を持ちます。この影響を受けた生物は一種の快感を覚え、何度も嗅いだ場合には中毒症状に陥る場合もあります。しかし、SCP-1027JP 自身がこれを何かの目的に利用しようとする様子は確認されておらず、これは SCP-1027JP にも無自覚に発生する現象であると考えられます。2000 SCP-1027JP は警察に保護された後に財団に引き渡されました。SCP-1027JP は保護以前、県に在住する実用家の死によって、その存在を隠匿して所有されていたようですが、市自らが警察に申し出て SCP-1027JP を引き渡しました。市は SCP-1027JP を入手した経緯について、知人と詳細不明の人物から購入した、と主張しています。以下、市へのインタビューログです。吹き竹内研究員は警察組織の一員を偽って対象に聴取を行っています。民間人との対話のため、ここでは SCP-1027JP を、彼女、と呼称しています。気分はいかがですか？まあ、多少良くなったよ。ありがとう。やはり罪悪感が募っていたからな。これで良かった。今はそう思うよ。あなた、そして彼女の元の所有者がしたことは正しく人身売買であり、法律上許されることではありません。ですが、最終的にはあなたがご自身から罪を認め、あの子に続く不幸な運命を断ち切ったことは称賛に値すると、私は思います。ありがとう。それで、あの子をどこから買ったか、だったな。ええ、我々もそこが気がかりなのです。2年ほど前の、
休日の夜になるか、私の自宅に突然知人がやってきて、私に見せたいものがあると言って連れ出したんだ。私は少し怪しく思ったが、暇で退屈していたこともあったから、ついて行った。行った先は小さなビルの貸し部屋でね。そこに他に一人の男と一人の女、そしてあの子がいたんだ。そこで、彼女を、買った、のですね。そうだ。ろくでもない話だがな。けれども、私も初めてあの子を目にした瞬間、息を呑んだよ。わかるだろう。彼女は、これまで目にしてきた多くの中でも格段に機械で、だが美しかった。それに、彼女、そしてあの花には、引き込まれるような、不可思議な魅力がある。ええ、よくわかりますよ。それで、奴らにも押されて、私は流されるままにあの子を買ってしまった。実際、あの子もずっとにこやかにしていたから、罪悪感もなかった。私は愚かだった。その知人というのは、今どこに？わからない、あれ以来音信不通だ。私もあいつに会う手段がなくなっているのに気づいて、ようやくあいつが元から片身でない世界の人間だったんだと知ったよ。彼女を譲り受けて、その後はどうしていたのですか？私は、あの子を養子として育てようと考えたよ。妻に先立たれ、子供もいなくて孤独だったからな。だが見ての通り、彼女は自分は花だと思い込んでるんだ。私がいくら服を買い与え、うまい飯を用意してやって、面白い話を聞かせても、彼女はまるで自分が観葉植物であるかのように振る舞って、それらに興味を示さない。彼女は、私が彼女に見とれて、美しい、とつぶやくことでしか微笑まないんだ。そして最終的には、あなたも彼女を物のように扱うようになった、と。もっと外に連れ出し、人と触れ合わせるべきかとも考えた。だが当然、そんなことできるわけなかった。そんなまま、2年経ち。いつからか、私はもうあの子の美貌と花の虜になっていた。あの子も私も、それが幸せなことだと信じて疑わなくなっていた。続けてください。だが、あの子の姿を見ていた時ふと、彼女が2年の歳月を経て、少しずつ大人になっていたのに気づいたんだ。こんな年になれば、本来なら、勉学に励み、将来を探求し、多様な人々と交流し、恋人もいたかもしれない。そんなことを思い、ようやく我に返った。やはり、この子は人らしく生きるべきなんだと気づいたよ。このままではいけないと。そして、それを叶えるには、私はあまりに力不足で、もうこれしか手がなかったんだ。どうか許してほしい。なるほど、よく話してくださいましたね。一つ聞いていいか？あの子は、どうなるんだ？しばらくは、我々が保護観察します。彼女が何か洗脳のようなものを受けているのだとすれば、その影響を一刻も早く取り除かなければいけません。そして時が来たら、彼女を社会へと自然な形で送り出せるよう、最善を尽くすつもりです。そうか。ありがとう、これでいい。終了報告書。インタビュー後。死には SCP-1027-JPF の影響を緩和するための精神治療を一定期間施した後、クラス A の記憶処理を施して解放しました。ほい。2000。財団のエージェントが、県。死の破棄された日本生類総研の研究施設を調査していた際、屋内に大規模な植物育成施設を発見。この施設には SCP-1027-JPF とほぼ同じ外見、特徴を持つ植物が多数、植えられたまま放棄されていました。これらの植物の多くは、ネガ動物性の道の有機体に変形していました。これらの多くは、不完全な形をした人の身体のような外見、構造をしていました。例としては、四肢のいずれかが不自然に結合したようなもの、肥大した頭部のようなもの、テラトマ状になっているもの等が挙げられます。中には人の胎児の形に近いものもありましたが、それらもほとんどが奇形児のような状態になっていました。
これらの植物と有機体は、長期間放置されていたためか、いずれも枯死、腐敗していました。財団は、この施設が SCP-1027-JP の生産、流通の大元であったとして、調査を続けています。SCP-1027-JP については多くの研究員が、もともとどこかから拉致された普通の少女であり、そこに何かしらの処置がなされることで、あの花が腕から生え、今の状態に至ったのだと考えていました。それゆえに、あれが、自身は花である、というのは、洗脳か何かによるものであると、みんなが思い込んでいたのです。どうやら、順序は逆だったようです。